はい、それではホワイトボードに写される方は写していただければと思います。はい、それでは第6章からはミクロ経済学に関する内容となります。ところで他の科目すでに学習していらっしゃるという方、企業経理論や財務会計の科目の方ですでにお話をしておりますので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私大体20代の半ばぐらいからですかね、学習塾の方を経営させていただいております。で、現在ではこうした資格試験の指導ですとか、あるいは実際の企業のコンサルティング、こういったものが中心となっておりますので、あんまりこう塾で生徒さんに直接指導するということは減ってきておりまして、今は塾についてはマネジメントを中心にやらせていただいているんですけれども、以前この診断士の資格を取る前にですね、経済学の方を生徒さんに指導させていただいたことがあります。うちの場合ですね、小学生から高校生まで生徒さんいらっしゃるんですけれども、高校3年生で大学合格が決まったんですけれども、それからちょっとだけの間、数ヶ月なんですけれども、もうちょっと塾で勉強したいということでしたので、うちの場合個別指導になっておりますので、それぞれ生徒さん一人一人に合わせた内容で指導できますから、じゃあもう大学合格決まってるんで大学でこういうことをやるっていうのを勉強してみようかということで、経済学部合格進学が決まっておりましたので、経済学の最初の部分で、特にマクロ経済学よりはやっぱりミクロ経済学の方が日々の生活に近い、大生室からとっつきやすいということで、ミクロ経済学について最初の方、触りのところを学習指導したということがありました。で、この経済学という、学問になるんですけれども、こうグラフが出てきたりですとか、あるいは数値や計算、これマクロの方でも出てきてますよね。ですから内容としてはどちらかというと理系の内容になるんですけれども、これ学部としては経済学部って文系の学部になるんですよね。ですから、その生徒さんも数三や数四とか学習する理系の学生とは違って、そういった数三や数四勉強してなかったんですね。ですから、文系の生徒さんの中では実はその生徒さんかなり数学できるお子さんではあったんですけれども、そうした指導経験も踏まえましてですね、数学的なこういうグラフとかって苦手だったなとか、学生時代なんかこういう数式とかあんま得意じゃなかったなという方であっても、できるだけこう分かりやすい内容を心がけていきたいと思いますので、改めてミクロ経済学についてもよろしくお願いいたします。それではまずはミクロ経済学の概要のところから確認をしていきましょう。まずはこの概要のところをちょっと読んでいきたいと思うんですが、ミクロ経済学では個別の家計や企業の経営行動の分析から始まり、全体としての市場及び経済を分析するとあります。ですからマクロ経済学についてはマクロ的なこう大きい視点で見ていきましたけれども、ミクロ経済学については企業ですとか、あるいは家計ですとかという小さいマクロですね、マイクロですね、ミクロの視点でこう見ていって、それを市場の分析とかに広げていきましょう、こういった内容になります。で、このミクロ経済学についてなんですけれども、まずは基本用語、用語これから出てきますので、特にこうよく使う重要な用語、こちらについて確認をしていきましょう。まずは公用という言葉、これがしょっちゅう出てきます、これから。で、この公用というのは何かと言いますと、簡単に言うと満足感や満足度を表すんだなと思っていただければ結構です。例えばペットボトルのお茶を飲むか飲まないか、これ皆さん日々どういうふうに選択してますかね。そんなに考えずに飲んでると思うんですが、例えば砂漠ですごい喉が渇いてる、現実的には多分砂漠行かれたことある方少ないと思いますが、この状態ちょっと想像していただくと、ペットボトルのお茶があったら喉を潤したらすごい満足度高そうですよね。これを効用が大きいというふうに言います。一方、例えば会議とかでお茶が置いてあります。で、ちょっと喉を潤すためにお茶飲もうと、この場合も効用、満足度は得られると思うんですが、先ほどのめちゃめちゃ喉乾いている状態から比べたら、効用は小さい、こういうふうに言うことができますよね。で、逆に例えばもう水をガブ飲みした状態、そういった状態ですと、もうちょっと水分はいらないな、こういう時にお茶出されても、いやいやもうちょっとお茶はいいよってなりますよね。こういった場合は効用がないということになります。
で、こういった、まあ、効用の大きい小さいというのを経済学では基本的には数値化して表していきますよ。こういうふうに押さえていただければと思います。あとはこの基本用語のところで家計というところに家計と企業という言葉の意味が載っております。一口に言いますと家計というのは消費側から見た消費活動を行う意思決定の単位のことを言います。そして企業というのは反対側ですね、生産する側から見た生産活動を行う意思決定単位のことを言う。このように捉えていただければ結構です。で、何を目的としているのかと言いますと、まあ、家計、まあ、皆さん例えば家計簿をつけてらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、その家計ですね、この家計というのはできるだけ日々の生活で満足度を高めようとする。満足度というのは先ほど効用のことだとお話をしましたよね。ですから効用を最大化させるために家計はこう日々消費活動を行っていると捉えていただければと思います。で、一方企業の方、企業は何のために生産活動を行っているかと言いますと、やっぱりこう儲けを得るためですよね。ですから儲けを最大化させる、つまり利潤の最大化を企業は目的としている。このように考えていただければと思います。これが基本用語のところになりますかね。そして資格3のところなんですが、まあ、こちらは第1章の復習も含めて第1章一番最初に学習したところなんですが、このミクロ経済学のところでもしっかりよく使っていく大事な概念のところだけちょっと復習にもなりますが確認をしていきたいと思います。まずは消費行動理論の概要というところなんですが、これもちょっと読んでいきましょう。消費行動理論とは、消費者はその所得と各財の価格を予見とみなし、それらが確定する予算制約の下で効用最大化を図るという仮説に基づき、消費者の需要行動を説明する理論である。で、この仮説から需要関数が導出されるとありまして、そしてその後に需要の法則とあります。で、これもちょっと続けて読んでいきますと、需要曲線は価格が下がると需要が増えるため右下がりになる。まあ、ここもしよろしければアンダーライン引いていただければと思います。で、この価格の低下により需要量が増加することを需要法則というとありますが、これはどういうことなのか。まあ、第1章のところで学習した需要量と供給量、需要と供給というところの内容のまあ復習にはなるんですが、例えば今ちょっとこちらのグラフ、こちらのグラフ何も書いてありませんが、例えばまず需要、これは欲しいと思う気持ちのことになります。例えば50円だった時、縦軸を価格として横軸を今数量としています。ですからこちらは何個ですね、でこちらは何円という単位になりますが、価格がもし50円だった時に10個買いたいという人がいるとします。そうするともし40円になったら買う個数ってどうなるのが普通ですかね。価格が安ければ買いたいという人は増えるはずですよね。50円だったらちょっといいかなという人でも40円なら買いたいなという人もいるはずですから、価格が安くなれば基本的には買いたいという人が増える、言い換えれば需要量が増えるということになります。この場合はじゃあ40円になったら20個になるとしましょう。同じようにじゃあもっと安くなれば30円になったらさらに買いたい人が増えて、30円になったら30個、20円になったら40個で、10円になったら50個と、こういうふうに価格が下がれば下がるほど欲しいという量は増えていくはずですよね。ですから需要曲線、ちょっとまっすぐ見えますかね、まっすぐに見えますかね、このように需要曲線というのは右下がりになる、これを需要法則と言いますよということになります。こちらの赤で引いた方が需要曲線になります。で、一方ここには載っておりませんが復習になりますので、供給曲線の方も確認をしておきましょう。例えばまずはじゃあ10円の時にしましょう。10円だとしたら10個しか作りたくないなという状態だとします。これが20円になったらこの10円よりも20円で売れるんだったら、あ、この値段だったらもうちょっと作ってもいいかなという人増えるかもしれないですよね。ですから20円の時は20個、
さらに高くなって30円になったらもっと作りたいという人増えるはずですから、30円の時は30個、そして40円の時は40個、50円の時は50個と、そうしていきますと、こんな形になりますかね。このような形で、供給曲線というのが引かれる形になります。この青い方が供給曲線になります。つまりこれまとめますと、消費者の方、消費者は価格が安くなれば安くなるほど、価格が下がれば下がるほど、数量、買いたいという人、消費したい、買いたいという人は増えることになります。一方、こっち青にしましょうか。生産者の方、生産者の方は価格が安くなれば安くなるほど、数量、作りたいという人は安いんだったら作ってらんないなってなりますよね。ですから数量は減るということになります。まあ、逆に言えば価格が高くなれば高くなるほど作りたい人が増える、まあ、こんなふうに考えていただいても結構なんですが、ですから需要曲線は右下がり、そして供給曲線は右上がりのグラフになる、まあ、これが基本的には原則になります。ただこれ今原則としてお話ししておりますので、実はこの後のところで例外もあるというお話もします。これ価格が下がったのに数量が下がる、こういったケースあります。でこういったことについては、まあ、岐阜線材のところ、この後のところで出てきたりですとか、あとは市場均衡というのを第9章で学習しますので、そこで詳しく学習をさせていただくことになりますが、まあ、今はこういう形になりますよ。そしてここのところが均衡してます。ここが均衡価格になるというのも、まあ、この後また均衡、市場均衡とかってところで詳しくやりますが、押さえていただければと思います。そしてこのグラフの状態、もう一つ確認をしておきますと、なぜここで均衡するのか、これも詳しくは市場均衡のところで学習をしますが、例えば50円のところだとしましょう。50円だとこちら、まずは赤い方、消費者の側、買いたいという人は10個しかいない、まあ、10人と考えましょう。1人1個買うと10個分しか売れないのに、作ってる人は50個あるわけですよね。そうすると、この部分、この部分ですかね、ここ40個分ですよね。40個分作ってる方の方が多いということは、供給のが多いわけですから、これ超過供給と言います。まあ、詳しくは後ほど学習しますが、まあ、分かりやすく言いますと40個余ってますよということですね。で、40個余ってるわけですから、生産者側、売れ残らないように価格を下げて売ろうとします。そうすると価格が下がることになりますよね。反対に例えば10円だったとしましょう。1個10円だった場合は、ここ作る側は10個しか作っていないにもかかわらず、欲しいという方は50個必要なわけですよね。50人欲しい人がいる、まあ、50個欲しい人がいると考えると、今度は欲しいという人の方が多いわけですね。ちょっと書くところが下に書きましょう。需要の方が多いわけですから、超過需要、つまり、まあ、この40個分欲しいという人がいるにもかかわらず物がないという状態になります。まあ、ですから、だったらもうちょっと高い値段で売った方がいいなと考えると、逆に値段が上がるということになります。そうしますと、ちょうどこの両方、欲しいという人と売りたいという人、これがちょうど釣り合うところでちょうど価格が決まる、こういうふうに考えて均衡価格が決まるというふうに思っていただければと思います。で、こちらの内容、まあ、これも第一章の復習になるんですが、この後もグラフいっぱい出てきます。で、そのグラフを見る上でのポイントとしまして、3つ、まずはこちら、第一章のところでも書いてありますが、確認をしていきたいと思います。もう一度ご確認ですね。まずは、縦軸と横軸、何を表しているのかというのをしっかり確認することが大事です。ですから、まあ、今の場合で言えば価格が縦軸、そして横軸が数量なんだなということをしっかり確認すること。マクロ経済学でもそうですよね。そして
縦軸と横軸、まずはどっちが原因で、そしてどっちが結果なのかというのをしっかり把握すること。価格が動いたから数量が変わったのか、あるいは数量が変わったから価格が変わったのか、これによって考え方が変わってきますので、どっちが原因でどっちが結果かのしっかり考えるということ。そして3つ目、点の移動と曲線のシフト、この違いをしっかり押さえておく。点が移動したのか、それともこの曲線そのものがこうシフトしたのかというのの違いをしっかり押さえる。まあ、詳しくは第1章のところで最初に述べられているんですけれども、やはりミクロ経済学の一番最初ですので、改めてミクロ経済学においてもこちら重要になりますので、しっかり押さえていただければと思います。それではその後ですね、あと確認のところなんですが、この144ページの右側に仮定が3つ、145ページの方ですね、仮定が3つ載っているかと思いますので、こちらの方も確認をしていきたいと思います。まずは確認、仮定の1つ目ですね、家計は効用を最大化するように行動するとあります。でその矢印の下には精一杯の満足度を得るように考えて行動するとありますけれども、まあ、つまり満足度の最大化、効用の最大化ですね、これが目的でしたので、まあこんなもんでいいやとか、そういうふうには考えない。できるだけ効用を大きくしようとする。まずこれが仮定としてあります。そして2つ目の仮定ですね。家計は財の消費によってのみ効用を得る。まあこれ言い換えますとどういうことかと言いますと、消費を増やせば増やすほど効用が増える。こういうふうに考えます。ですから、1個消費した時よりは2個消費した時の方が効用は大きくなる。こういうふうに仮定をします。そして3つ目、まあ、これが一番普通の 実際の経済と違うところかもしれませんが、財は XY の2種類のみ。まあ、例として例えば牛肉とマグロしか存在しないというふうになってますけれども、もちろん実際にはそんなことありません。マグロがあれば、ステーキもあれば、それからサンマもあれば、まあ、他にもいろんな食べ物ありますよね。ただ、まあ、で食べ物以外にももちろんあるんですけれども、ただそれやってるとキリがないし分析しづらくなりますので、今分析しやすいように2つに仮定します。つまりグラフってこう縦軸と横軸なわけですから、縦と横の2次元で判断しやすいように、まあ、2つの財に限定して考える。この限定して考えていくというのが経済学の重要な考え方になりますので、この3つの仮定についてもしっかりこの後の内容につながってきますので押さえていただければと思います。それでは続いては限界効用理論のところになりますが、こちらはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。それでは写される方は写してください。はい、それではホワイトボードを写される方は写していただければと思います。はい、先ほど効用というのは満足度や満足感のことですよ、そして基本的にはそういったものを数値化して表していきますというお話をしました。ここからはこの効用についてのいろいろな理論、こちらを説明しながらこの効用の数値化について慣れていただければと思います。まずは四角4の限界効用理論、こちらの過去2の総効用と限界効用の違い、こちらから進めていきたいと思います。まずちょっとこちら読んでいきますと、総効用の方、総効用とはある量の財を消費したことによって得られる効用であるとあります。そして丸2の限界効用、限界という言葉最初の方で出てきたかと思うんですが、限界というのは1単位あたりどれぐらい増えるかという意味でしたよね。ですから限界効用とはある財の消費量を1単位増加したときに消費量の増加に伴い増加する効用の大きさであるとあります。まあ、こちら実際に数値で表した方が分かりやすいと思いますので、実際の例を使って表していきたいと思います。まあ、ケーキ、まあ、甘いもの食べないという方もいらっしゃると思いますが、ケーキ、まあ、食べれば基本的には効用が得られる、ケーキが好きな方だと思ってください。私もケーキが好きなんでケーキを例にさせていただいたんですが、まず総効用、ケーキ一皿食べた時の満足度の大きさ100だとします。そして2皿だと総効用が180、3皿食べると総効用が230、4皿食べた時には総効用が250にしましょう。こうなるとしましょう。そうしますと、まず限界効用ですね、限界効用はいくつになるか、
と言いますと、限界雇用というのは1単位増えた時にどれぐらい雇用、つまり満足度が増しているかということですから、1皿目というのは、まあ、0からですから100増えているということになります。つまり限界雇用は100ということですね。そして2皿目食べた時は100から180になっておりますから、満足度80増えてますね。雇用が80増えてます。そして総雇用230になってますが、ということは今度は限界雇用は50増えてますから、50ということになります。そして4皿目250になっておりますから、20増えてますね。ということは限界雇用は20ということになります。これが総雇用と限界雇用の違いということになります。そして次のところに限界雇用低減の法則と載っておりますけれども、まあ、これは何なのかと言いますと、まあ、低減という言葉、これは少しずつこう満足度が減ってきますよというふうに捉えていただければと思います。増加する分が減っていくことを低減と言います。ですから、まあ、こちら読んでいきますと、限界雇用低減の法則とは、消費量の増加に伴い限界雇用が次第に減少していくことであるとあります。まあ、今こう次第に減少していってますけれども、例えばケーキがいくら好きな人だとしても、一皿目はやっぱりケーキすごく美味しいと感じるんですけれども、これ2皿目3皿目4皿目となってくると、だんだんやっぱり美味しさがなくなっていく。これケーキじゃなくてもそうですよね。でこれ食べ物で表してますけれども、例えばサービスであっても、最初のうちはサービスすごい感動するんですけど、やっぱりだんだん飽きてきたりしますよね。ですからこの限界雇用、満足度というものは、やっぱ初めは人間って最初感動するんですけど、まあ、徐々にこう同じものを増やしていきますと、まあ、簡単に言えばだんだん飽きてきますので、満足度である雇用というのは少しずつ減ってくる。100から80、50、20とだんだん減ってきてますよね。これを限界雇用低減の法則という、このように捉えていただければ結構です。そして食べ放題とか考えていただくと、これ最終的に、まあ、満足度がゼロになった時、雇用がゼロ、限界雇用がゼロになった時には、もうこれ食べたくないなってなってやめますよね。ですから、まあ、食べ放題って成り立つ、商売として成り立つとも言えるんですけれども、まあ、このようにだんだん飽きてくるから、雇用というのも最初に比べれば減ってきますよ、低減していきますよというふうに捉えていただければ結構です。そして限界雇用理論の結論という括弧4のところなんですが、過重限界雇用というものがあります。この過重限界雇用、限界雇用との過重限界雇用の違いを押さえていただきたいんですが、まず過重限界雇用とは何か、まあ、簡単に言いますと、値段っていうのをやっぱり気にして考えましょうねということです。同じ値段だったらどっちの方が価値があるかな、こういうふうに考えていくことが大事ですよねというのが、この過重限界雇用の考え方になります。テキストでは、まあ、1円あたりの限界雇用ということで式が載っておりまして、その下の算出というところ、丸2の過重限界雇用の算出というところをご覧ください。そうしますと、A さんがステーキを食べた時の満足度、まあ、つまり限界雇用が2万、そして大トロ寿司を食べた時の満足度、限界雇用が1万とします。そうすると2万と1万ですから、2万の方がステーキですかね。だからステーキの方がいいと考えるかというと、皆さんそういうふうに考えたりしないですよね。確かに2万と1万両方タダで食べられるんだったら、それはステーキの方がいいですよね。ただ実際にはお金を払うわけですから、お金で考えますよね。つまりこの例で言いますと、ステーキの価格ずいぶん高いですけれども4万円、そして大トロ寿司の価格が2000円だとします。そうするとこれ皆さん大トロ寿司の方を選ばれますよね。でこれなんとなく感覚的にそうだと思うんですが、この大トロ寿司を感覚的に選びますよというのを経済学では数値化して考えます。それがこの過重限界雇用ということになります。ですから過重限界雇用、これは限界雇用を価格で割るという計算で行います。つまり1円あたりどれぐらい満足するのかな、こんなふうに考えていくのを過重限界雇用と言います。ですからこの場合ステーキの方は
ステーキの方の限界効用いくらかと言いますと、ステーキ、限界効用が2万でしたかね。そして、価格が4万円でしたから、2万割る4万、4万分の2万ですから、ステーキ 0.5 ということになるかと思います。で一方、大トロの方、大トロの方は限界効用が1万円で、1万ですね、限界効用が1万で、そして価格の方が2000円でしたから、1万割る2000円で1円あたり5の満足度が得られる、5の効用が得られる。つまり、この限界効用、過重限界効用は 5.0 ということになります。こう考えると、1円あたりの効用を表しているということになります。ですから、皆さんも考えるときに、これ例えば効用2万と1万だから2万のステーキの方がいいよねではなくて、価格の割には大トロの方がいいよね、こんな風に考えますよね。食べてみて値段が高いものの方が美味しいのは当たり前ですよね。ですから、あ、これ値段が安い割には美味しいなとかってよく会話でも使いますよね。これを数値化していると思っていただければと思います。確かに普段1円あたりに換算したら美味しいよねとかって言い方はしないと思いますが、実際には普段の生活でもそういう感覚でやっている、それを数値化していると捉えていただければ結構です。ですから、値段の割に美味しいとか、値段の割に性能が高いとか、こういうふうなのを数値化していっていると捉えていただければと思います。そして次に、この過重限界効用均等の法則というものがあります。この過重限界効用均等の法則、文章でいろいろこう書いてありますけれども、これはどういう意味かと言いますと、過重限界効用が均等になりますよというものなんですが、先ほど計算させていただきましたように、ステーキの方の過重限界効用が 0.5 でした。そして大トロの過重限界効用が 5.0 でした。そうすると今の時点では大トロの方が価格の割に美味しいと考えているわけですから、これ今の場合消費量どうするでしょうか。この状態であればステーキを食べるという人はいないはずですよね。ですから消費量については、大トロを増やして、大きいって変ですね、大トロを増やして、そしてステーキの消費量を減らすと、こういう方向に進むはずです。つまりこの過重限界効用、これは大きい方を消費しますよ、こういうふうに考えるはずですから、大きい方である大トロの消費量を増やし、そしてステーキの方の消費量を減らす、このように考えられます。これをしていく結果、消費量をステーキを減らして大トロを増やすと、これ過重限界効用どうなるでしょうか。過重限界効用、先ほどこちら限界効用低減の法則というのをやりました。つまり増やせば増やすほど限界効用というのは小さくなっていくという考えられますよね。先ほどのこれですね、100から80、50、20とだんだんこの限界効用減っていきましたよね。ですから過重限界効用についても、ステーキの消費量を減らし大トロの消費量を増やしているということは、増やしている方のが分かりやすいと思いますので、こちらから書きますと、消費量を増やせば増やすほど限界効用は低減するわけですから、過重限界効用についても減っていくということが考えられます。もちろん分かりやすいですかね。減っていくということが考えられます。逆にステーキの方は消費量を減らしているわけですから、過重限界効用については増えるということになります。そうするとこの現在 0.5 と 5.0 である過重限界効用について、ステーキの方は徐々に増えていて、そして大トロの方は徐々に減っていくわけです。そして最終的に釣り合うところで止まりますよということです。ちょうどつまり均等、この過重限界効用が同じになったところで、今度はどっちも減らしても増やしても、自分にとっての効用が減ってしまうわけですから、ちょうど過重限界効用が等しくなったところで釣り合う、これを過重限界効用均等の法則というふうに言う、このように捉えていただければ結構です。こちらがちょうどこのテキストのところでは四角く囲ってあるところで説明が書いてあるかと思います。
ですから最初のうちは大トロの方が加重限界雇用が高いので、まあ、そちらの方を選ぶんですけれども、まあ、徐々に交換していくうちにこの加重限界雇用大トロの方が減っていってステーキの方が増えていきますので最終的に釣り合うということになります。まあ、例えばお友達と交換するようなことを考えていった方がイメージしやすいかもしれないですね。ですから最初のうちはステーキよりも大トロの方が食べたいのでじゃあ一皿ステーキあげるから大トロ4皿と交換しよう。これでも満足していきます。最初は満足してたとするんですけど徐々にこれ交換したらどんどん増やしていくとどうなるでしょう。そうすると大皿 4皿と交換してももうちょっと大トロ皿寿司はいいんだけどってなりますよね。で3皿ならいいんだよいいよとか2皿ならいいよとか言って最終的にもう交換したくないよってなりますよね。全部大トロになったらそれはそれで嫌なわけですからちょうどいいところで釣り合うこういうふうに考えていただければと思います。そしてこれが個別の需要曲線につながっていきますよというのが括弧6のところになります。つまりこちら材の価格が下落することによって加重限界雇用は増加していく、まあ、ですから消費量は増加していきますよということなんですが、まあ、先ほどホワイトボードこちら書き換える前にこちらに需要曲線の方を書かせていただいたかと思うんですが、まあ、つまりこの加重限界雇用均等の法則こちらで考えていっても需要曲線が導き出せるということになります。つまり最初のところ材の価格が下落する、材の価格が下落する、例えばステーキですね、ステーキの価格が下落したとします。ステーキの価格が下落すれば加重限界雇用、加重限界雇用というのは MU と P、 MU を P で割ったものですから分母が小さくなれば加重限界雇用は大きくなるということになります。で、加重限界雇用が大きくなれば結局こちらの方に変えようという力が働きますので消費量が増える、まあ、需要量が増えると言った方がいいですかね。需要量が増えるということになります。ですから価格が下がれば需要量が増えますよというのがこちらのこの四角く囲ってあったところの流れになります。で、一人一人で見ていてもそうなんですが、これをまあ全体の市場、個人ではなくて全体で見ていくとどうなるかというのがこの個別の需要曲線というところの次のところ、この絵の下のところですかね、この絵というかグラフの下のところに市場全体の需要曲線とありますが、市場全体の需要曲線は個別の需要曲線を横に足し合わせたものになるというふうにあります。ですからまあちょっとこう小さいですけれども、ここに書きますと、例えば個別の需要曲線、まあ、テキストでは曲線になってますけれども、ちょっとこちらではまっすぐ書かせていただきますが、例えばこれ実際には A さん B さん C さん D さんといっぱいいますと、A さんの分が例えばこれぐらいだとしたら、まあ、B さんの分 C さんの分と足し合わせると、そして、価格が下がった時には A さんはこれぐらいで、実際 B さんも C さんもこれぐらいとかこれぐらいとかってこうやって横に足し合わせていきますと、まあ、結局全体でもこういうふうに右下がりの曲線になりますよというふうに考えていただければ結構です。そして、その後ギッフェン剤というものがあります。で、ギッフェン剤については最初の1行目のところアンダーラインを引いていただければと思います。ギッフェン剤とは価格が上昇した時に需要量が増加する剤のことというふうにあります。で、こちら先ほど需要曲線のところで、まあ、例外としてギッフェン剤というのがありますよというお話をしました。で、これなぜ例外としてこういったものがあるか、まあ、実は詳しい内容については、まあ、後ほど説明をさせていただきますので、ここがでは詳しくは説明しませんけれども、テキストの方でもアイルランドですかね、アイルランドのジャガイモ基金、こちらのところで観測されてますよと書いてあります。で、ジャガイモの上昇により家計にゆとりがなくなってより品質の高い材への支出が制限された結果ジャガイモの消費量が増加したとあります。まあ、ですから普通、まあ、値段が上がれば消費量というのは減るはずです。消費量減るはずなんですが、まあ、ジャガイモ、これまあ基本的にアイルランドですと、まあ、お米ほどではないと思うんですが主食に近いものと捉えられます。ですからこのジャガイモの値段が上がったことによって結局他のもの、他の例えば必需品じゃないものというのが贅沢品が買えなくなってしまった結果、その結果かえってジャガイモの消費量が増えてしまった、こういったケースを、まあ、ギッフェン剤というふうに言う。
というふうに捉えていただければと思います。ですから四角く囲ってありますが、価格が上昇したことによって普通需要量が減るんですけれども、需要量が上がる、つまり需要曲線が右上がりとなるという、まあ、先ほど学習した需要法則の例外のケース、これを岐阜線材というと捉えていただければ結構です。それでは続きましては第2節ですね。無差別曲線理論についてはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。それでは写される方は写してください。